アレクサンデル・ルボミルスキは、ポーランド・リトアニア共和国の貴族。ルボミルスキ家の公、公爵。ポーランド軍の陸軍中将、キエフ上代を務めた。スタニスワフ・ルボミルスキ公の次男で、ルフネの所領を相続した。1774年より、ロマルフの代官となり、1790年に、キエフ上代となった。軍隊においても、 1786年より、ポーランド軍の第12景気兵連隊、第5景気兵連隊の連隊長を務め、1792年には、中将に昇進した。1791年の5月3日、憲法成立時には4年議会の国会議員として、これを支持したが、憲法法時のために戦うことには、消極的で、病気と称して参加しようとしなかった。 翌1792年の五憲戦争では、カミエニエツ・ポドルスキ・チュートンの第四師団の司令官に着任したものの、軍式の能力不足から交代を続けた。共和国で最も裕福なマグナート層に属しており、解明的でポーランドの産業家にも関心を持ち、孤実で製陶工場を経営していた。フリーメイソンとしての活動に熱心だったほか、政府ベルト勲章。 セイス・タニスワフ・勲章、シロワシ・勲章を受賞していた。1776年、ルドビカ・ソスノフスカと結婚し、間に4男2女の6人の子女を設けた。妻のルドビカは、娘時代、タデウシ・コシチュシコの恋人であった。長男のヘンリク・ルボミルスキは、文化人として活動した。ありがとうございます。